続いては高校生応援企画青春の向こう側です、はい。新型コロナウイルスの影響で体育祭や文化祭、部活動の大会などのイベントが中止や延期となっています。そこで町コミでは埼玉県内の学校を全力取材、コーナーを通じて高校生たちの熱いパフォーマンスや思いを学校紹介とともにお伝えしていきます。今回はこちらの高校にお邪魔しました。ご覧ください。どうぞ。テレタマくんがお邪魔したのは埼玉県立坂戸高校。基礎学力から応用力までを学ぶ普通科、しっかりとした語学力、コミュニケーションを学べる外国語科があります。こんにちは。坂戸高校は、普通科だけでなく外国語科が併設されている学校です。この学校は自学の文化、部活動の文化、そして学校行事の文化と主に3つの文化に分けて特徴があると思います。1つ目の自学の文化としては、早朝から学校が開いているので朝早くから学校に来て自習に取り組む生徒が多く見られます。また部活動の文化では毎年のように全国大会に出場する部活も数多くあります。学校行事の文化では、各クラスが一つのダンスを作って競うダンシングフェスティバルというものがあって、特徴的な学校行事が多いのもこの学校の特徴の一つかと思います。この学校は運動部が18部活、文化部が14部活の計32部活が活動をしています。この夏行われる文化部の甲子園といわれる全国高等学校総合文化祭には、高野高校から放送部、ギター部、科学部、美術部の4つの部活が参加することになりました。また、高校野球では、坂戸高校史上初、今年度は5回戦進出を決めています。はい、任せてください。私はこの学校はやっぱり外国語科があるので第二言語としてフランス語か中国語をやりたいなと思ってこの学校を選びました。あとはダンシングフェスティバルっていうのがあって、ダンス部には入ってないんですが、ダンスをみんなでやりたいなと思ってこの学校に入ったのもあります。そうなんです、これは全部美術部さんの作品で、美術部さんは全国大会に出場するほどの実力を持ってる部活なんです。この後美術部さんの部室にご案内します。てれたまくん、ここが美術部の部室だよ。こんにちは。今はてれたまくんを作っていました。はい、そうです。坂戸高校美術部は今年で5年連続全国大会に行ってるんですけど、普通校ではトップレベルの成績なんですけど、私はそれを知らずに入学してきて、なかなかうまく書けなかったこともあったんですけど、顧問の仮野先生と一緒に成長できたので、本当に部活に入ってよかったなと思います。今はちょっと別の大会に出してしまっていて学校にはありません。私の作品は女の子がポテトを捕食しようとしているという絵なんですけれども、その見た目のインパクトとは裏腹に食品ロスをテーマとして扱っています。最も廃棄の対象になる食材が野菜と聞いて前に、私のおばあちゃんが農家なので、それを聞いたらきっと悲しむだろうなと思って、今回制作のテーマにしようかなと思いました。なのでこの作品はそんな野菜への気持ちを表現した上で、無駄に食べ物を捨ててしまう人たちへの野菜も生きているんだよというメッセージを込めて書きました。やっぱ部活動時間が大幅に削られてしまったので家で書いてたりとかしたんですけど、画材の匂いがすごい部屋にこびりついてしまって、もう寝る時もそこら中から油絵の具の匂いがして寝られなかったのが大変でした。一番良かったのは本当にやりたいことが見つけられたっていうことです。美術部に入るまでは普通の大学を目指していて、美術部に入って油絵を初めてやってみたらすごい楽しくて、
絵を描く技術だけじゃなくってその面白さに気づくことができたっていうのが一番良かったことかなと思います。別の部屋に書いてあるので行ってみましょう。この部屋だよ。おー、すごいですね。これ全部チョークで描いたそうですよ。いや本当にすごい、ね、制作時間およそ7時間、うん、ああ結構かかるんだやっぱりね。色味を出すのも建物の立体感もすごいですね、うん、アウトドア部です。山に行ったりクライミングをしたり普段はここでボルダリングの練習をしています。ホールドを指定してゴールまで進んでいくというスポーツです。お願いします。ボルダリングとは壁についたホールドと呼ばれる石のそばにある数字や同じマークだけを使ってスタートからゴールまでを目指し、ゴールのホールドを両手で触ったらクリアとなる頭と体を使うスポーツです。私は赤のホールドを使って一番上の赤いホールドを目指します。いやちょっとまだ垂直なので意外と簡単なコースなので、まあもうちょっと早ければよかったかなと。自分は青色のホールドを使って、一番上の細長い青いホールドを目指します。ここでテレタマくんがひらめいた。この小さなホールドを使い登っていくなんてみんなの握力はどのくらいなんだろうということで、急遽握力測定が始まります。高校3年生にあたる18歳の平均は 41.33 キロ。ちなみに世界一はスウェーデンのアスリートマグナス・サミュエルソンさんの192キロです。どうなんでしょうか。48キロでした。テレタマくんの企画に付き合っていただきありがとうございます。やっぱ山に行けるという楽しさと、例えばバスケとかサッカーよりはちょっとボルダリングってマイナスなスポーツなので、できたらかっこいいなと思いました。大会や他校との合同練習の機会が失われて、こう実践的な練習やそういう経験をする機会が失われたっていうことが、このコロナ禍での苦労だと思います。その部員がかなり多い部活なんですけれども、それの中で各個人がそれぞれスキルアップをして、大会で上位の成績をこう連ねるということが目標になっております。まあ、将来ずっと続けていければいいなとは思いますね。生徒の可能性を大きく広げる坂戸高校、日々夢の実現に向けて歩んでいます。いや、黒板アートすごかったですね。すごかったですね。あのカラフルでね。あ、描いてくれたんでしょ。そう、7時間もかけて。7時間もかけてね、皆さんで。すごいよ、あの雲の黙々の感じもね。うん、ちなみに僕握力58でしたけどね。あらあら、あ、じゃあボルダリング始められるんじゃないですか。難しいのよ、握力じゃないんで、フックのこの力、ね、指先の力だからさ。うん、だってオリンピックでも取ったじゃん。だってね、すごかったですよね。うん、ちょっとね、皆さんのね、今後の成長にも期待していきましょう。楽しみにしてます。はい、そして私の高校にも来てほしい、私の部活動を紹介してほしいなど、町コミに取材してほしい方は、テレタマのホームページ特設サイトから応募できます。こちらからぜひ応募してください。いいですよ。
やっぱり子どもたちの夢や希望、マチコミは応援していきましょう、はいはい、応援していきます。またコーナー特設サイトやテレタマ公式 YouTube チャンネルでは今まで紹介した学校の映像配信も行っています。見逃したもう一度見たいという方はぜひこちらチェックしてください、はい、次回は8月25日を、うん、の放送を予定しております、うん、ここまでは高校生応援企画、うん、坂戸高校をご紹介しました、はい、ありがとうございました。